ありがとうございます。こんにちは。小さな中に入ったら、びっくりする。これいいね、この。ドベッキ。撮影しちゃっても大丈夫ですか？あ、もう、はい。すごい。はい。で、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。なんでですか？お邪魔します。ここはね、めっちゃ広いよ。 掃除した方がよかった。ここすごいよね。あれ？本物がいるぞ。 テレビで YouTube が見れる。喧嘩してるとかだから。途中で喧嘩しちゃうやつ。すごい。ここはねすごい。日本みたいな。はい。モデルブルー。多少ね設備なんかも標準の仕様よりはちょっと変えちゃってるんで、それをサラフォにしてもらいながら、土地をご購入いただいて建物をこうフリープランでこうなる。
새로. Where do you have money? 이요. 아이고. 쓰레. 아, すごい 家具가 ある. 아, 이네. 뭔가 広い. 리미の部屋. 広いですか？広いね。物がないからかな。うん。これ広い気がしない。ここお風呂に。右シャワーでかい。これ本当だ。ヘッドがでかいね。ここに洗濯機。うん。でかい。広い。ここ何どのぐらいの広さなんですか？ うちより広いな。うちより広い。6畳ありますので。もうこの時点で。すげえ。え、あ、なんか広くない？収納がやばい。私は十分だよ。収納子供の夢を叶えます。広い。すげえ。これもすごい。ちょっと早くない？ ベランダは？あ、出窓だよ。ここ小さなじゃん。兄ちゃんだけど可愛い。ここ小さい。ここ小さい。ここ小さいの部屋。ここはママっぽい。なんかママっぽい。なんか一番寒そう。なんか寒い。日が来てないよ。 広すぎない。ちゃんの部屋が一番広いよ。ピーちゃんの部屋が一番広いよ。同じ収納たっぷり使えるから。ほら、大きいで。タコクヤンできた。こっちは？わあ、すごい。わあ、すごい。サメすごい。サメ。サメ。 ピンクじゃないよ、あんな色。しーちゃん、ここは何点ですか？ 100点中80点。 うちは50点ぐらい。 うち50点。 これは何なの？これは室。やっぱ広さが違うね。ね。なんでこれ？すごい、そこをなんかおしゃれになってる。こんななんだね、今。畳が。ね、こんなおしゃれな畳があるんだね。
ここにさ、田舎に住んでてさ、こっちは鳥取屋さん。いや、スターキッチン。キッチン広くない？何にする色。収納がスタートね。めっちゃっぽい。こっちはコースモード。そう、コースモードがあるっぽい。ほんとだ。ここに、iPhone。ほんとだ。おいで。いいね。もう気に入ったんでしょ。お風呂。洗面所に入れる。ここも作られるの？本当だ。すごい。備え付けもいいね。お風呂入る。お部屋も綺麗。綺麗。綺麗。わあ、おしゃれだ。壁紙が。トイレ。あ、すごい。この部屋繋がってる。おー、ちょっと。見て。ここも仕切れる。仕切れるやつだ。ねえ、ここでこう仕切るのか。じゃあそれぞれちょっとじゃあ、部屋の仕様になった場合、ここも仕切れば両方のがついてる。あ、でもベランダに出れるよ。これベランダじゃん。よいしょ。広。ベランダ。広くない？めっちゃ広いね。いいんだろ？え、うちもベランダ4人いたらもう狭い。細かいお話なんですけど、ベランダも、1階5坪まで、はい、で、それ以上は、普通になってる。広いね。空が広い。大丈夫とか？3階憧れるね。憧れる。家にも見たいわ。新しい家。広い。お、ちょっとやばいね、これ。いいね。両方。あ、分かれてる。すごい。なんて贅沢な。すごい、ね。勉強できる。ここいじけるところ。ね、ここにミニ冷蔵庫置けるよ。冷蔵庫置かない。でも収納。3階までランドセル。ゲームしてます。あ、でも宿題する。何が YouTuber のとこにロフトでね、ゲームしてます。こういう個人までしてるって。でもこういうところはなんか比較的に妄想機能が効かせる。いいね。なんで落ち込むの？なんで落ち込まないけどね。いや、君、ここで宿題する。本当に宿題するのに。ここが一番いい気がする。ね、落ち込むスペースだった。スペース。you